便利で快適なな社社会会安安心・安全な社会環境負荷の低減これらを実現するための技術のお困りごとを受託研究開発で支援するそれが KRI の新機能性材料研究部ですこれまで我が部では分散合成分析の3つの技術をベースとしてコーティング材料から成形材料までの幅広い有機・ 有機無機複合材料に関するさまざまなお客様のご要望に数多く応えてきましたここでいう分散技術とはポリマー・フィラーといった物質の組み合わせによって形成される相分離構造フィラーの分散状態といった複合材料中の組織構造やフィラー・ポリマー間の接着性を制御するための技術です我が部には複合材料中の構造を 求められる機能に合わせて制御するための先進技術がございます何に何をといった材料設計からどのように混ぜ合わせるかといった物理的な混合プロセスの開発どのように反応処理するのかといった科学的視点での開発までを一貫して支援可能ですこれらの分散技術により最近では熱を逃したい熱を有効活用したい 熱による寸法変化を抑えたいといった熱に関する技術開発支援が多くなってきておりますまた、ウィズコロナの観点で身の回りの菌、ウイルスを除去するための技術などの案件も増えています次に、合成技術です一般的に合成技術とは新しいものをアイデア創出し、設計し 作り出すす技術です昨今新しいものを作り出す上流の研究開発工程においてもこれまで以上に出口が明確であることやスピードが求められる中アウトソーシングやオープンイノベーションの活用が声高に言われ始めております。しかしながら我が社のようにアイデア創出や設計までを担ってくれるメーカーはほとんどございません。一方 KRI ではアイデア創出から化合物設計また合成までを一貫してご支援可能です。我が部には医薬品の全合成機能材料合成に加えこれらのパイロット施策まで幅広い経験を有する企業経験者のほか長年先端の研究開発に携わったアカデミアなど多岐にわたる経験 試験を有する研究員が在籍しておりますまた二次電池センシングデバイスバイオテクノロジーといったさまざまな分野に専門性を有する多部門との連携により幅広い出口分野において高い専門知識を持って対応可能ですこれらの合成技術により例えば電波干渉のない材料といった ICT 関連材料から ご希望のタイミングで分解される材料のような環境負荷を低減するための材料まで幅広い材料に関して開発支援を行っています最後に分析技術ですここでの分析技術とはなぜ、どうしての要因を定量的に見えるかする技術です我が部では電子線透過型電子顕微鏡をはじめとする 高度な分析装置と画像解析技術の組み合わせにより、材料の特性発現の要因、各種トラブルの要因を明確にすることが可能です。例えば、複合材料においては、その構造や界面の状態がその特性に大きな影響を与えますが、このように弱い複合材料中には非常に小さな界面ボイドがあることがわかります。 また全体的なボイドの発生量サイズを詳細に分析することで熱の伝わりの良し悪しの要因なども分析可能になりますその他にも表面の色味風合いといった感性を凹凸状態のような表面構造の情報を定量的に抽出することでこれらの構造の影響を評価することが可能です。このように我が部では 画像解析技術による可視化を軸に材料開発の羅針盤となるデータを取得することに強みを持っております新機能性材料研究部ではこれまで300社以上のお客様から上流から下流まで開発ステージにあったご提案開発を数多く行ってきました具体的な開発事例として 過去5年の受託研究実績を示します我が部の受託する案件の約7割はお客様の製品開発支援を行うような下流工程の案件となっています特に最近では熱関連材料の案件が多く受託の約2割を占める状況ですその他、分散や合成に関する知見と分析技術を活かし生産トラブルの要因解明の支援も行っております また受託実績の約3割は上流工程の研究サポートでありお客様製品の応用調査や企画から世の中に流通していないナノ粒子や化合物を欲しいといった技術検証のための材料合成などさまざまな案件を受託しております。最近ではお客様の企画案件をを実現するためにコスト・生産性を踏まえて 提案・検証するといった上流工程でありながら事業創出を強く意図した案件も増えてきてきおりますこのように新機能性材料研究部では分散合成分析の3つの技術を柱に経験豊富な研究員が上流から下流に至る幅広い領域の技術課題のソリューションを提供しています。 新機能性材料研究部の研究体制をご紹介しますまず、人員体制ですが我が部は現在20名近くのメンバーが在籍しており高分子系、有機合成系、分析系の研究員が連携しながらお客様の研究を支援しております最近では、社内連携を通じた材料、技術開発も積極的に行っておりますいくつか事例をご紹介します 例えば、我が部の表面改質技術により、フィラーに磁場応答性を付与することで、磁場応用を得意とする部門と連携し、フィラーを目的の方向に配合させるような技術の開発を進めています。また、得意的な機能を有する微生物探索や、それら微生物の力を増幅させることを得意とする部門との連携により、 有用化合物の微生物合成やご希望のタイミングで分解を促進するような成分解性プラスチックの開発も取り組み始めています次に研究インフラのご紹介をいたします我が部ではここに示すような塗料インクといったコーティング系材料開発を行う上での各種分散装置はもちろん得られた分散液 およびスラリーをコーティングするためのスピンコーターバーコーターディップコーターといった各種装置を取り揃えております。また樹脂やゴムとフィラーを少量で混合することができるような小型のラボプラストミルやカーツニーダーから数十キロレ,グラ数十キロレベルの試作検討まで対応可能な二軸混練機といった混合設備も保有しております。 得られた混合素生物は真空ホットプレスや小型射出成形機によって評価に利用する形へと成形することが可能ですなお、最近導入した小型の射出成形機は数百グラムもあれば条件検討も含め十分に成形検討ができるほかインサート成形による金属との複合化も可能です次に 物性評価関連装置をご紹介しますレオロジー関連の評価装置として得られた樹脂材料の成形性を評価するためのフローテスタや材料の機械的な特性を温度や湿度を変えた条件で測定可能な動的粘断性測定装置を保有していますまた熱拡散率絶縁性力学特性など 各種固体物性を測定する装置も保有しており、材料の基本的な特性を把握することが可能です。なお、ここまでご紹介したような、いわゆる混合系のものづくりにおいては、前述の通り、界面の状態や複合材料の構造が非常に重要となります。我が部では、表面の化学構造を詳細に分析可能な XPS をはじめ、 資料表面や断面の構造を詳細に分析可能な FE-SEM、TEM、そして AFM など高度な分析装置や TEM 用に1 0 0トル程度の白変サンプルを調整するための凍結ミクロトームなどの前処理装置も取り揃えておりますまた、これら構造観察によって得られた画像について専門の研究員が お客様の要望や材料課題に合わせて詳細に解析することが可能です続いて、合成関連のインフラをご紹介します我が部では、ここに示すように触媒合成から機能性材料などさまざまな合成に対応可能な設備がございます例えば、不活性ガス雰囲気で化化合物を取り扱うためのグローブボックスや 加圧反応のためのオートクレーブ、緻密な雰囲気制御が必要な際に利用する真空ラインなど、基本的な設備がございます。合成した化合物の分析についても、多角の NMR のほか、クロマト関連装置、熱分析装置など、十分な分析体制が整っています。このように、新機能製材料研究部では、分散・合成・ 分析の3つの技術を柱とし、それらを支える充実した開発体制を持つことにより、上流から下流に至る幅広い領域の技術課題のソリューションを提供しています。新機能性材料研究部は、各企業様において、研究開発から事業化への展開がより一層早まることを見据え、生産性を加味した材料開発の提案力、 研究課題の見える化技術の強化に精進しより多くのお客様の事業推進事業立ち上げに役立てる最強の研究開発パートナーとなれるようお客様のご要望に適切かつ迅速に応えてまいります。